書いてる。アキペンのアキラです。こちらのチャンネルではときめく文房具やときめくクリエイティビティについてストリートアート好きの私アキラ目線で紹介しております。文房具紹介って言ってる割には文房具紹介してんの見たことねえよ。うるさい。普段皆さんはどんなペンを使いますか？まあいろいろあると思うんですけど、なんかいいペンっていっぱいあるじゃないですか。そう思うペンを使うっていうのが一番モチベーションアップになるっていうか、技術向上につながるとね僕は考えておりますので、そのときめき基準で文房具を紹介しております。つべこべ言わずに早く紹介してくれよ。はい、わかりました。本日アキペンが紹介したいのはこちらのボールペン。ダン。絶対これピント合ってないんだけど、こちらラバー80。なんだよ、超安いやつじゃないかよ。そう、油性ペンのマッキーでおなじみのゼブラから出てる油性のボールペンで、シンプルな油性ボールペン。このペンがどのようにときめくのか本日は紹介したいと思います。普通のボールペンです。なんだよ、普通のボールペンなんじゃねえかよ。言い方を変えると、文字を書く、絵を書く、線を引くということが安定してできるということ。100円未満のコストの割には普通に品質が良く、ペンのボディ部分が直径8ミリ程度とシンプルな鉛筆と思った感じが一緒なので細いんですよね。機能性としては本当にシンプルなボールペンといって的確だと思います。マリオカートに例えるとしたらマリオ。お前使いやすいもの全部マリオって例える気だろ。バレたので、今後うまい表現を見つけていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。で、本当に棒、手に持ちやすい形とか持つ部分だけ凹んでるとかじゃなくて、マジで棒、普通の棒、そこから削られる形で線が入ってる程度で、書き味を紹介してみましょう。実際に使ってみると本当にシンプル、全然シンプルなんですが、ボールペンの奥深さっていうのがねポイントだと思いますよ。おめえ散々グラフィティやってる割には字下手なんだな。うるさいな。結構そういう人いるよ。種類にもよりますが、ボールペンはすごいですよ。倒し方とか角度の付け方とか持ち方、擦るように書くとか、ちょっと浮かせて書くとか、強く書くとかによって細さとか強さを調整できるので、1ミリぐらいの間に何本線を引けるかっていうのをね練習するとかなりね練習になります。これそれができるようになれば明暗表現もできちゃう。もちろんどんなペンでも ハッチングを使えばできます。適当にこうシャッ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 とやるんじゃなくて、慣れないうちは最初はこう正確に細い線を引いていくのがコツです。できなくても死にません。例外もいるようです。で、これ油性なんで乾いた後は水性のペンでこう上からなぞっても問題ないんですけど、アルコールマーカーで上から描くとにじみます。それを応用すると薄い色味を出したりできるかもね。多分書き慣れてる人だったらもっといけるって思うでしょうし、でボールペンの使い方、ボールペンのこんな使い方があるんだと、感激した方にとってもっと使ってみようと思うような上級者向けかつ初心者向けな点、かなりハイブリッドなんですよ。実はそもそもね、僕がこのペンにときめいたきっかけっていうのもあって、大友翔平さんっていうイラストレーターの方がこれを使って作品を制作してるんですよね。で、初めて見た時はね、へーって思ったけど、手元見たらまさかの油性のボールペンで書いてるから、嘘だろ、ラバー80って感じでしたので、多分みんなねそうなるかと思うので、概要欄に大友翔平さんの YouTube チャンネルを、リンクを載せておきますので、ぜひ見てみてください。頂点は安いので無意識の節約意識が邪魔をしてこないってこと
でもう一点は、細くて軽いのでボールペンの割には強弱をつけやすく繊細なタッチが望めます。安すぎてこれでどこまでいいものを描けるのか探求するのがねマジで楽しいのでかなり練習のねモチベーションを上げてくれるんですよね。で欠点としては、一般的なボールペンなので描いてるうちにインクが溜まってそれが絵につくとへこむっていうのがあるあるなんですよね。で対策としては常に先端を拭うこと、あとは蓋が分離するのでなくしたらへこむし、ノック式のボールペンと違ってたまにねカバンの中で持ち物汚したりしますね。そうなったらでマジでちゃんと筒なので机の上でこうコロコロ転がっていくんですよ。まるで魂が宿ったかのように。はい、こんなところでラバー80いかがでしたでしょうか。僕が全てのカバンに1本ずつ入れてるぐらいときめいてるボールペンですので、ぜひ皆さんも買ってみてください。アキペンではこれからまだまだときめく文房具やクリエイティビティについて紹介していくので、高評価チャンネル登録していただければ次の映像がアップされた時にすぐわかりますので、ぜひ押しておいてくださいね。コメントやインスタグラムのフォローも待ってます。それでは、夢か。